こう多分、ここやと思いますけどね。ちょっとどこにいてんやろ。あ、いてたいてた、あそこにいてました。あそこにいてましたいてました。そうだよ。さあ、ウーヤンが何を作ってくれるかやな。これね、多分美味しいですね。もらい物のスープですが、うん、はい、うまいね。美味しいですか、ハルさんスープ。頑張って一生懸命やった後のこのスープはうまいね。うん、こんだけしか水を張らないんですよね。でまあちょっとパスタが長いから半分に折ったものをこう入れると、あとこの水がなくなるまで、お湯がなくなるまでこう湯がくだけっていうね。ボロネーゼでございます。ボロネーゼ、ボロネーゼ。これまた今日これ美味しそう、本当に、うん、ねえ、これね、一言で言うとね、文句言う人が一人いるんだよ寮でいやいやいや、やっぱこれ寮で喧嘩なるから寮で喧嘩なる。だからそこは昨日も言ったんだけど、俺もね、リオネルも大人ですと。あ、一番多いのはカンペさんあげるよね。そうですね、あげますよ、カンペさんに。いや、ところがな、どれかまだ分かれへんねんな、この量の多いのがね。なかなか、ちょっと、分かりやすいように。あの、際どくこう入れるからな。これが一番少ないんじゃないですか。うん。せやな。それっぽいですね。うん、いや、この真ん中の、入れたってそこへ。はい。ソースごと。うん、ソースね。でもこいつが一番うまいですよ。せやな。いっぱい入ってるもん。いっぱい入ってます。味噌が。おお。ではこれをいただきます。出ましたね。本当にそれ持ってきます。待たずにもう取っちゃったって。本当にそれ持ってきましたね。はい。これは。え？本当にうまいですね。本当にうまいやろ。このボロネード、うまいな。すみません、ボロネーゼでございます。ボロネーゼ。ボロネードじゃなくてボロネーゼ。ボロネーゼ。いやー、これはボロネーゼ。これはほんま、うまいぜ。ボロネーゼうまいぜでいいですか。うん、まあそんなとこやな今日は。